公衆キアチャンピオンズフィールドは、韓国の公衆広域式宅の公衆部等、総合競技場内にある野球場。久保リーグキアタイガースの本拠地。2014年3月竣工。東急場を本拠地とするキアタイガースは、久保に加盟した1982年当初から、東急場に隣接する公衆部等、総合競技場野球場を本拠地としていた。 しかし、施設の老朽化などにより、旧コーシューム等総合競技場陸上競技場を解体した上で、その後地に東急場を建設して2014年シーズンから本拠地として使用を開始している。また、2015年夏季ユニバーシアード公州大会でも、コーシューム等総合競技場や球場とともに、試合会場として利用された。東急場のスタンドは、 キアタイガースのチームカラーであるワインレッドの客席で統一されている。レフト側には食事をしながら試合を観戦できるテーブルシート、外野には芝布席も設置されている。内野後方にコンコースが設置され、場内は内外野を歩いて一周できるようになっている。スコアボードはバックスクリーン後方に設置され、全面表示可能の大型映像装置を使用している。 これら特徴の一部は、広島東洋カープの本拠地である、松田スタジアムを視察の上参考にして、設計されている。キアタイガースの主催試合では、ホームチームのキアは3類、側ベンチを使用し、ビジターチームは1類、側ベンチを使用する。ありがとうございます。